快適快適。昔は漁船みたいな船だったのにな。ほんとね。でもまた40年ぶりに来られるなんてね。不思議な島だった印象あるんだけどね、実はあんまりよく覚えてないかもしれない。船に乗り遅れそうになったことも？そんなことあったっけ？そうよ、ほら最終便で取り残されそうになったじゃないの。ほら見て、もうこんな近い。ほんと、あっという間だね。よし、上陸だ。なんか張り切っちゃって初デートの場所だな。まさに縁結びの島ね。あなたと出かけるの本当に久しぶりね。君はいつも友達とあちこち飛び回ってるからな。時間には限りがあるのよ。僕との時間は？いつも一緒にいるのがいいとも限らないんじゃない？緑がすごく綺麗ね。もう冬なのに若々しいな。私たちもまだまだこれからね。君はまだ全然枯れてないな。そう？おい、あんまり先に行くなよ。私が早いんじゃなくて、あなたが遅いのよ。先に歩いて行って、いつも道に迷うだろう。だってそのおかげで思いがけないこともあるでしょ。なんとなく覚えてる。全然変わってないのね。まったくだ。この島は時間が止まってるんじゃないか。ここじゃないな。何？結婚申し込んだ場所さ。この辺だと思ってたんだけど。そんなことありましたっけ？ほら、プロポーズしたろ。缶の蓋のやつで。ああ、あれプロポーズだったんだ。ああ、確かに。ひどいプロポーズだった。
喉乾かない？うん、大丈夫。あ、そうだよね。寒いよね。あ、俺、売店で缶コーヒー買ってくるわ。あの、あったかいやつ。うん。君と遊んでる暇ないんだけど。こっちだよ。あーし、危ないよ、そんなとこ行ったら。こっちだよ。こっちだよ。え？え？違う、こっちだよ。こっちだよ。何？何なの？おい、どこ行ったの？すいません、こっちに男の子来ませんでした。いや、見なかったけど。そうですか、すいません、ありがとうございます。大丈夫かな、男の子はすぐどっか行っちゃうからさ。父親はすぐに子供から目を離しますからね。はあ、そんなこともあったな、小さい頃。あの時本当に焦ったよ。あんなに焦った顔したあなた見たの初めてだったわよ。死に物狂いで探してたのにさ。それなのにもうケロッとしてんの。もういいよ。お、さっきの探してた男の子じゃないか。あんな夫婦になりたいと思った？よかった、心配したよ。どうなの、あんな夫婦になりたい？え、あ、うん、幸せそうに見えた。あんな年になるまで一緒にいれたらいいなって。いや、俺まだ結婚してないんだけどさ。なれるよ、今日彼女に結婚申し込めば。彼女って、え、マチコさん？いやいや、無理でしょ、だってまだ付き合ってもないし。本当？いや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 、無理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 。だってそれはさ、あれじゃない？ここだ。ここで君にプロポーズしたんだ。はい、確かにここでした。ごめん、遅くなっちゃった。全然。これありがとう。あったかい。
話がある。あ、ごめん、何？うん、城島さんから。そう、俺から。あの、結婚してくれませんか？え？驚きますよね、そりゃ。僕も驚いてます。プロポーズです。正式に結婚申し込みたくて。あ、指輪、ちょっと。これ仮の指輪。プロポーズだった。まさか結婚するなんてね。憧れの先輩と結ばれて憧れのアメリカ生活をするつもりだったのに。またその話か。断っても断ってもめげないんだから。道場でデートしてくれてありがとう。まあ後悔してないけど。え、そうなの？俺はちょっと。え、後悔してるの？ねえ、やだ。ちょっとひどーい。おほそれじゃ、乾杯。乾杯。ありがとう、ヨカ。いいね。あの野菜もほら、綺麗な色。ね、ね、ね。失礼します。お客様にお電話です。はい。ジージーバーバー、結婚記念日おめでとう。ありがとう。どう、猿島ツアー楽しんでもらえた？最高の一日だったよ。プレゼントありがとう。食事もね、とっても美味しかったのよ。ありがとうね。本当よかったね。よかったよかった。楽しんでね。バイバイ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 。ねえ、これあの時の。まさか。ちょっと見せて。じゃあ40年前の続きだ。僕と結婚してください。どうしようかな。じゃあこれなら。一緒に歩んだ40年に感謝を込めて。素敵。ねえ、これ本物？いくらしたの？ 0.3 カラットだとそうでもないかな。 0.5？ あ、もう高かったんじゃないの？もうちょっとロマンチックな夜にしたかったんだけどな。嬉しいわ。
いつの間に。え、うん、びっくりした。どう、よく似合う。